友達になろうかなってさ、ね、それでジュースをなんか飲んでる間に薬入れちゃうのさ、うん、そうですね、もう3日ぐらいうちに起きないらしいな、あれね、あ、そうなんですね、強烈すぎて、そう危ないですね、じゃあね、そう、いや、そういうのもあったしね、うん、タクシー乗った時にね、あのレーシングマシンカータクシーとか、ね、タクシードライバーってもうタイの運転手さんがこう、そう、もうハンドルも革の手袋をはめて イニシャルなんとかみたいな感じですよね、マフラーブン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 となってて、いますいます、あれもすごかったですね、うん、本当にね、160キロ出しながらあの映画のキャノンボールみたいな、キャノンボールみたいな感じで空港だってあれもう信じられないですよ、当時はドンムアン空港って、はいはいはい、パタヤ、はいはい、1時間半で着いちゃったからね本来はどれぐらいかかるんですか、本来はやっぱ2時間半はかかるよね、バスで、あのドンムアン、うん、やっぱちょっと遠いんで、うん、今昔の空港なんで、うん、まあ、あれもね、でも俺面白かったのが朝方ね、はい、タクシーを用意してもらったんですよ、はい、ホテルでパッと、はい、そしてパッと行ったら、まあドッ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 ってこうずっと会話で、あハローとか言って入るじゃないですか、はい、何にも喋れない、ドッ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 なんかこう、こうなんかミラーでね、映画みたいですよ、ミラーでこうなんかこう似たって笑ってるわけ、俺の仕事はクライアントを早く現地に着かせることだみたいな、なんか変だなって、なんか皮してるし、なんかあのギアもなんかちょっとなんかこういじってるんですよ、いじってるんですよ、なんかすっごいなんかレーシングみたいになっててそんでもういきなり走り出した瞬間ブワーマジかよ、でもそれは後にも先にもそれだけですね、見てる間もしゃべる、全くしゃべらない、1時間半ずっとしゃべんない、160キロですよ、だって160キロ、いや時にはもっと出てんだけど、それで一度だから、おい、やめてくれやめてくれってずっと言ってるわけ、まあ怖いですよね、一言も喋んないのなんだろうな、あれ、なんかこうそういう映画ありますよね、ありますあります、なんか激突みたいな感じですから、あのああいう映画、あのさらわれてそれに乗せられてみたいな、ね、誰も喋らないで、恐怖ですよ、その時から今度さ、坂になってきてぐーっと上がった瞬間にポーンっつって二人とも頭がダーッとあの映画のやつですよね、ポーンって上がったちょっとびっくりしました、あれは映画のやつですね、よ、ほんとよくしなかったですね、しなかったですね、でもあれが空港近くなってきて、うん、朝方混み始めて、うん、やっとこれね、やっと安心だと思ったら、このもう混んでる中をグー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 、いや異常だね、相手の人ね、そういうのもありました、すごいですね、面白い、まあ一個すごかったのは、またパタヤでね、はい、修行時代に道歩いてたら、はい、ちょっとこうホームレスみたいな人、それこそあのジャッキーチェンの映画でなかったから、なんかこう、はい、あの喉乾いてこう、あ、はいはいはい、こう倒れて、息倒れて、そういう、はい、水をくれみたいな、そうそうそう、はいはい、でこれはやばいと思ってですね、うん、あのお弁当買ってきて、水買ってきて、うん、ガッてこう、うん、差し上げたんですよ、うん、もうちょっと、うん、なんとかしなきゃいけない、そう、こんなもん、ね、わーってこう倒れてるわけ、はいはい、それでヒュッてやった瞬間にタバコねえのかと全然さ、要求のレベルが上がってます、水も弁当も手つけないんですよ、全然それはもうもらったからいい、そう、あれもちょっと衝撃でしたね、やっぱね、で若い頃なんかこうまともに生きてるから、うん、そんな人がいると思わないわけだ、うん、あからさまな、あからさま、でタバコ買ってこいとか言い出してそれはちょっと嫌だと思って、うん、見捨てて弁当だけ置いて、まあ、でもまあ向こうとしては一応プラス出てますね、プラス、うん、何だったの、あの いい取引はね、どういう細工でああしたんだろう、ちょっとね、そういう、うん、ありましたね、いろいろね、タイでしてた修行がキックよりもそっちだったね、そっちの方がでも大きかったかもしれないですね、いろんな意味でね、人生のというか世界の広さを知ったみたいなところで、ね、そういろんな人がいるっていう、うん、まあでも日本も昔そうだったんですかね、どうなの、どうなんですか、ね、まあそうか、性格違いますもんね、うん、国がね、うん、やっぱりね、まあとにかく舐めた足が多かったですよでもそういう意味ではオーストラリア行った時だって、うん、白人ってあれだけど、まあ、オーストラリア人がね、うん、やっぱり英語できないじゃないですか、うん、相当舐めて、うん、嘘ばっかついてる、不動産屋、ああそういう人いますよね、うん、悪いやつはどこにもいますからね、あれ何なんだろうね、うん、まあ、そういうのもありましたしね、まあ、まあタイはちょっとびっくりだけどね、うん、古典的ななんかありますよね、うん、そうでもその犯罪ねあった日本人の人はね、前の日に僕同じ電車乗ってて空港から、はいはい、女の子たちがいたんですけど近くに、はい、気をつけた方がいいよタイはとかって、うん、
なんかこう、こういう気をつけてねとかっていろいろね、なんかあの騙されちゃいけないみたいな。やった次の日自分が騙されて、タイは気をつけろって言ってて、自分が一番それにハマっちゃったみたいな。女の子出てきたらもうね、もうコロッと騙されちゃったりして、ね、あれちょっとね、何だったのかなと。怖いですね、やっぱ気を引き締めないと。そう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 。まあでも未だにね、あるんじゃないですか、うん、そういうのも。かもしれないですよね。まあ。だんだんタイも洗練されてきたとはいえども、うん、ちょっとね、うん、バンコクの外れの方に行けばそういうこともあるかもしれないですよね。だね、うん、まあ面白い。でも経験はね、うん、いろいろいいですね、うん、まあ、またちょっと2月行きますけど、はい、ちょっとね、あの配信していきますので、こういろいろ撮ってですね、ぜひ見ていただきたいと思います、ね、はい、じゃあ世界広いですね、世界広いですね、うん、まあそんなことでちょっと格闘技ではねずれましたけども、まあでもいつもの感じでいいんじゃないですか、ね、いいですね、うん、またちょっと思い出して、リングストロマンじゃないですか、もともと。そうですね。ああ、この間ね、そういえば最後ね、田村さんと会って一個ちょっと聞き忘れた。僕はその対抗戦の話が聞きたかった、うん、でもファンの人にちょっと不安というか買いのことが聞いたら、うん、なぜリングスを選んだのか聞いてほしかった。パンクラスと相当でならね、なんか出てて、あれファンの間で有名みたい。なんでリングスだったの、もう一つは、まあ、誰が強かったのかっていうのはちょっと単純に、例えば、タリエフとかハンとかどうだったのか。そうですよね、いろんな選手いましたもんね、みんな実績がすごかったね、それやっぱ聞きたかったですか。聞きたかったですね。タリエフはでもね、僕坂田さん、田村さんと菊田会行ったんですけど、タリエフは2人とも強いですよ。全然花はないんですけどね。でもやっぱり、ね、体も大きくて強いんでしょうね。すごい花ないというか、プロっぽくなくてやっぱアマチュア的に強いんですよね。 あとでも菊田さんってこの間ふと思ったんですけど、新日で練習して、うん、でインターでも練習して、はい、リングスの試合に出て、うん、パンクラスの試合も出て、一番この UK 全部やってるっていうのすごいですよね。UK に一番やってるんじゃないですか。いやいやいや、そういう練習みたいなことが、あと3つのこの4つの違い、新日が UK かというとそうじゃないですか、やっぱもう減量じゃないですか。新日が、まあ、練習生で、リングスは試合で出て、U インターは練習生入ってて、パンクラスで全部関わっててすごいですよね。それ自分も知らないことをかあの考え出さないで、見つけ出さないで、自分が分かってない。すごいなと思って。いやいや、全部中途半端ですよ、本当にね。だからこれでね、最後言いたいのはね、田村さんに、うん、まあ、質問されたんですよ。これを U インターやめて、うん、こっちの世界に来て、君はね、うん、まあ、聞くと、よかったのと思ってんのって言われたんです、うん、もしあのまま行ってたらよかったのかと、うん、それね、私はちょっとね、ちゃんと答えなかったんですけど、うん、まあ、あの好きだと思ってた団体が潰れちゃうんですよ、うん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 、だからその時点であんだけ追っかけてたのに何だったのかなっていうのがあって、うんうんうん、まあ、あの本当にそこは、まあ、行かないでよかったっていうのもあったんですけど、うん、まあ、あと先輩がいるから、うん、先輩のなんて 2番戦時しかできないっていうか、こう、うん、憧れてしまってるから、そうそう、なんか強くなれない自分で、うん、だからフリーになって格闘家になってよかったのは、自分より先輩いなかったんで、うん、やるしかなかったんですよ、うん、だからよかったと思うんですけど、逆にその何か目指すものがないから自分らしくできたっていうことですね。あ、そうですね、そうですね、うん、でももっと言っちゃえば、あの腕をね、山県選手にやられた、うんうんうん、その6年後にアブダビコンバットですから、うんうん、これはもう絶対プロしか言ってたらないんで、うんうん、これやっぱり俺は良かったですよ。だって僕は30までしか思い描いてなかったから、うんうん、プロレスの世界は30の後は飲食業かなんかやろうと思ってた。もともと食べるっていうよりかはもう食べるためっていうか、もうね、好きなことただやるってだけだったんで、うんうん、30から普通に生きようと思ってたのが、うんうん、まあ、こんな長くね、うんうん、道場もやれて、うん、まあ、すごく40いくつまで出てましたから、まあ、今も引退はしてないですけど、まあ、そういう意味ではなんか、いや、それ良かったと思う。でもある意味菊田さんだから黒船じゃないですか、ね、そのパンクラスとかずっとみんなが新弟子になってずっと上がってきて試合をするっていうところに、うん、菊田さんは、まあ、もちろんそこも経験してるけど、みんなさん、うん、ファンの人から見えなくて、うん、突然出てきてここで急に試合するみたいな、で新しい価値観を持ってくるっていう感じはありましたよね、うん、だからなんかちょっとこうどう表現すればいいのかわかんないですけど、黒船っていうか今までないものですよね。あの師匠がいないお笑い芸人みたいな感じですよね、なんかね。あ、でもあれかもしれないですね、うん、そのことに総合格闘家たちが名前を出すでしょ、みんなバーッと、うん、今いろんな選手出てますけど、うん、まあそういう意味では最初の初期のメンバーだったかもしれないですね。今はだって別にプロレスラーにも負けないぐらいの名前を出す格闘家いっぱいあるわけじゃないですか、うん、 そうですね、それのなんか最初の出だしだったかもしれないですね。
でジム出すのも結構早かったし、うん、なんかそういう意味では意識はしてなかったのかもしれないですけど、うん、なんかパイオニアというかこう新しいことはやってましたよね。そうなのかもしれないですね、うん、まあ、それしかなかったんでね、うんうん、そうそうそう、 その時はね、そう、その時はそれしかない、そう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 、でまあ40まではと思ってたけども、ね、今はみんな40過ぎてやってるし、まあ、あの時プロレスの道したら、まあ、ちょっと、まあ、よくガンツさんと思いますけどちょっと厳しかったよ、ね、基本的に自由人だから多分こうなんかあるとダメなんでしょうね、多分、まあ、何もこうプレッシャーっての変ですけど、しきたりがないところに行った方がうまく機能っていうか、こう、うまく自分を活かせるっていうところがあるのかな。なるほどね。まあ、基本的になとほら、プロレスって団体行動じゃないですか、巡業行ってじゃん、はいはい、あれはもうやる時だけとにかく頑張ってやって、あとは引退しようと思ってたから、うん、まああいう生活っていうのはずっとは僕はできないです、確かにね、うん、うん、確かにそうかもしれない、団体行動ですから、まあプロレスね、いや、なんか団体行動すごい嫌がってる感じ、いやいやいや、いや苦手なんですか、やっぱり。いや、これね、なんか昔からね、皆さんどう思ってるか分かんないですけどね、遠足とかね、泊まるとかあるですか、うん、ああいう移動教室とか、本当に苦手だった、全部。そう、だから、ね、今ね、ちょっと皆さんからすると考えられないんだけど、本当に人と交わるのはちょっとね、うん、苦手で、一人でいたんですよ、ずっと。小中、小学校、だ柔道部までかな。人と遊ぶのは本当に苦手で、なんか見てる側からすると木曽さんはほらチームグラマカっていうのがあって、うん、そこをリードしてみたいなのがあるから、うん、そういうなんかこう集団でやっていくことが得意な人かと思いきや、うん、もう真逆ってことですね。そうなんですよね、うん、だからまあふとこうやって一人で旅出たりするとやっぱ、うん、昔思い出して多分いいなと思っちゃうんですよね、うんうん、いつから人とこんな交わるようになったのかなって本当不思議なんですよ、自分で。交わるような人間ではなかったと。確かに社交、今の木田さんは社交的じゃないですか、いろんな人と誰とでも。いつから多分ですね、オーストラリアやっぱ一人で行ってるから、そこで変わったんですね。そこ終わってたのね、終わって格闘技に行ったじゃないですか、まあ、平さんとかそれ行ったんですけど、そこからやっぱり一人でなんで、多分人とね交われずには難しいですよ。そう、発展させていくにはもう、そう、人とのネットワークというか、こう、そうなんです、いろんな情報もらったりということですね。そうなんだ、やっぱり自分が営業であり、うん、自分で試合を決めていくわけだから、そこで多分人と交わることを知ったんでしょうね、おそらく。そうですよね、オーストラリアのお話してる時、うん、そうだって言ってましたもんね、普段行かないのに、うん、なんかこう日本人のコミュニティの食事会に行ったりとか、うん、あ、そう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 、オーストラリアね、そう、情報を得て自分が生きていくのにそれしかなくてっていうところ、まあ、学んだってことだね。そうそう、オーストラリアが大きかったのかもしれないですね、うん、だっていつもだったらな、呼ばれても行きたくないのに、うん、自分でこうなんか何々会があるとか言って、うん、オーストラリアの時は行っちゃうわけだし、うん、でまた一番良かったのがこの間ふと思ったんだけど、うん、聖堂会館でオーストラリア終わった後に行ったじゃないですか、うん、で平さんとか本間さんとこで習うんですけど、うんうん、ここがですね、うん、またこう自分に合ってて、うん、打ち込みとか基礎練習全くないんですよ。やりたくない練習はやりたくないって言うんですけど、やりたくないじゃないですか、これ、ね、実践だけみたいな。よく今って充実も、うん、当たり前なんだけど打ち込みやるんですか。やりますね。で、はい、反復練習、うん、ああいうの柔道の時からやったことなかった。ああ、もうやったことないっていうか、ま、段取りで真面目にやったことがなかった。なるほど。その要は実践がもう全てっていうのがあって、うん、で平さんとかの練習っていうのがもう常にスパーリングなんですよ、うん、あとのトレーニングは、ね、うん、みんなでやるもんじゃなくて、うん、勝手にやりなさいと、自分の時間でやりなさいと、ね、そう、でそれは僕は柔道の時からそうだったんですよ、うん、トレーニングに関してはもう自分でやるもんだと、あとはそれをぶつけるために相手がいる、うん、それが今ってなんか打ち込みやるとかなんとかとか言って、だからすごい打ち込みやらないか不思議がられるんだけど、うん、それは普通でやっぱり来てるんですよ、うん、だからプロレスだったらそうはいかないじゃん、みんなで合同で何かやって、うん、合同で何か、うん、じゃないんで、うん、グラバカもスパーリング、うん、スパーリングっていうのでやっぱ培ってきたから、 それ以外は個人でやってくれっていうことですね。そうなんです、自分の時間でウエイトやるなり打ち込んで、みんなが集まった時はとにかくスパーリング。そうです、だそういう意味で悪い意味その聖堂会館行って本間さんと平さんと出会って、うん、よかったかもしれない、続いた原因かもしれない、うん、続いたのあった環境ですよね。あの二人も結構いい加減な人だったからいい加減な人たちがこう集まってやりたい練習やる、そうそう、やりたいことだけしかやれないから
その短所を伸ばすとか、こういう基本をやんなきゃいけないっていうのは何にもないんですよ。楽しみたいってことですね。格闘技の楽しさを、まあ、強くなることも含めて楽しさを追求したいってことですよね。うん、苦しいのはいらないっていう、まあ、苦しいのはまあ やりたい人はやればいいけど、自分の中でやればいいことっていうことですね。人に共有しないってことですね。そうだね。うん、だそういう意味ではちょっと困ったもんで、また勉強もしなくなっちゃうし、ピアノも基礎もないし、格闘技も結局基礎もないし、柔道も基礎もない。だから何にもないんですよ、基礎は。これは困ったもんでね。でも超オリジナルってことですね、そういうことは。まあそうかもしれないですね。だから寝技誰に習ったって言われても確かに習ってはないからね、厳密的にはね。言語化されてないだけで、経験としてこう全部あるけれども、それをこう説明の形にしてないっていうだけですよね。まあそうですね。こうやって抑えるっていうのをこう文章で書かないだけで、でも体感としては知ってるっていうのがあるってことですね。そうですね。でもこの間それね、あの YouTube 僕見せて、落合博満監督前の言ってましたけど、やっぱりあの教えるのって難しいから俺は教えないとか言ってたけど、まあそんな感じかもしれないですね。イメージを伝えるみたいなことか、そういうことかもしれない。格闘技もだって振るのはみんな知ってるわけだし、じゃあみんなね、柔術の技もね、みんな知ってるわけですよ当然。それはそうなんだけど、ボクシングに例えて言ったら、ストレートとジャブとアッパーとフックしかないんですよ、ね。柔術は技がいっぱいあるからみんな教えるじゃないですか。でもそんなもんは本当は使える技もあるし、使えない技もあるし、得意なものもいろいろあって、その技をどうのこうの教えるよりかは本当はもっと違うものを教えなきゃいけないと思うんですよ本当は。でもわざ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 ってなって、そこがちょっとどうなのかなっていう。長嶋さんは正しいってことですよね。え、この説明するときに、そうそう、長嶋監督はなんかこうイメージを伝えるっていう、なんかこうイメージだと思うね、確かにね。あ、だからそういうこともあるし、最近スポーツと言われる、昔の人は強かったのかとか、なんとか、あれもあんま好きじゃなくて、今のいろんな流れがあった結果に今いるわけですか。経験ですからね。それは当然昔の人より強くなっててほしいですよ、逆に言うと。整備されてきてますからね。絶対そうだと思うんですけどもね。ただ素材はやっぱり、その昔の人が今で生まれてたらやっぱ素材すごいと思うし、やっぱりその時の一番はもう間違いないですから。そう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 、整備された中で来たら、今昔の人が今来たって、それは強くない。宝くじと一緒なんですよ。そう、宝くじと一緒。宝くじをもう捨てたでしょって話になっちゃう、それは。昔高校、俺昔の誰に勝てるんですよね。それじゃしょうがない。そうですよね。だから昔の今とかを比較してっていうのはなんか全然好きじゃないです。ただその中でも柔道の山下康弘さんだけはやっぱり幻想を持っちゃうんです、僕は。ずば抜けて強かったということですね。今の時代を持ってももしかしたら超えられないなのかなと思っちゃいますよね。どんどんだってスポーツは整備されてますからね。それでもそこ、そう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 、無駄な練習があった時代に強かった人ですからね。そう、山下さんって。だってそれは今の方が良くないと意味ないです。だってマラソンでも全部伸びてるわけでしょ、もちろん。そりゃそうですよ。過去の人の走りがこうだから、こうでこうでって練習するんですよ。どんどん積み上げていきますもんね。それをちょっと言いたいですね。あと、まあ格闘技に来てよかったっていうね、ところは、まあ格闘技はあんまりやりたいと思わなかったんだけど、最初は。ああいうこう創世期だったからよかったでしょうね。まだ形もないし、まあその分不安はあったと思うんですけど。あ、そうです。今いいこと言いましたね。やっぱりね、よく聞かれるのが、いや今こうなってよかったですね、こうですねって言うけど、その時って、まあ、宝くじと一緒で、行っても、なんていうのかな、整備されてるもんじゃないから、リスクありますもん、当然。あとなってよかったねって言うわけですよね。そうそうそう、そっだけの話だったら、今平和な道を選んでみんなね、よかったね、安定しててって思いますよ。安定はなんかないからね。だってトーナメントオブジェでいくら勝ったって、その先の生活何も保証されませんもんね、あの時代。そう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 、素晴らしいことなんですけど、勝つことも、そう試合を出ることも保証もないし、だ40までアルバイトしようと思ってたからできたことで、そう、実際観客なんてほとんどいなかった感じですよね。その関係者50人くらいじゃないですか、ね、あんだけそうそうたるメンバーが出てて、50人で50万のファイトマネーを出すんですよ。そりゃ遅れるよ、ファイトマネーも。よく出してくれたと思います。確かに、あれ研修会ですけどね。まあリスクを取りながら、リスクってかっこいいもんじゃないですけどね、まあ、そういう不安、その生活に関してはやっぱずっと不安ですよね、その先のことかの不安というか。そうですね、それは何もこのまま行っても、まあ
こんな感じだろうなっていう、あんまりそんないい生活は想像してないですよね、きっと。そう、その時はいい生活は全く想像してないです。ところが、そのもう整備された道から抜け出ちゃってんで、自由があるじゃないですか。そうするとやっぱその自由の楽しさだけはもう上回っちゃうんですね。だから何が嫌だって、学校が嫌だったし、会社はバイトも嫌だったし、でも時間で決まってるものが一番嫌だったんで、確かに。それがやっぱりね、だから今でも一人でどっか出かけるのが好きな、そういうことなんですね。目覚ましかける回数が年間に2回って言ってましたもんね。この間その1回をベラトール の午前中の試合に使いましたけどね。それぐらいなんかこう決まってなく自由でやっぱ生きていたいなっていうのはありますよね。いやでもそれが石田さんらしいというか、それが個性ですよね、本当の個性というか、やっぱりあの経験とね、いろんな国っていろんな人と会って経験とやっぱ取りたいですよね。あの別に物を買うから贅沢とかじゃなくて、で自由って何かっていうとね、好きなことをやるっていうことなんで、やりたくないことまでやってきつくなってて、それで稼ぐんだったらまあそれいらないっていうのもあるし、その自由がまた周りに還元できるのがいいですよね。こんな面白いことあるよ、こんな面白いことあるよ、タイなんかそうじゃないですか。僕は全然行ったことないところに、ね、こんな面白いとこなんだよって教えてもらって、ああこんな自由なとこあるんだって思ってこう還元できるっていうのがいいですよね。なんか絶対こんなこと、例えばプロレスダメになった、もうこんなになっちゃったって思いながら1年後は変わってるっていうのが、これ意外と人生の法則かもしれないですね。なんかどう、誰か言ってたけど、最悪な人生のパターンになった時に、だいたい半年から1年ぐらいで好転していることの方が確率は高いらしい。確かにそれあるかもしれないですね。天気というか天気なんですね。まあ面白いですね。まあ格闘技もだけど、とにかくこんな変わって、だって自分が格闘技やった時なんか50人とこでやったんだから、はい、そうっすよね。こんな変わって、まあプライドからライジなり、まあこんなことで、今の格闘技だったらじゃあ目指したかっていうとまた違う、逆に多分嫌だったんじゃないですか。全然違うことやってる気もしますけどね。かもしれないですね。なんかもう出来上がってしまっているといえば出来上がってしまっているんで、そんな感じですね。いや今日はありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。